ね、災害が続く、南海トラフ、その大規模な首都直下もそうですけど、地震もいつかは起きるというふうに予報されているわけですから、もう抜本的に変えませんか。いつまでたっても体育館の硬い床の上にござを引いて、そんなところに避難者を置いておくって、これ、イタリアでこれだけやってるんですよ、見てください、まず最初にキッチンカーがつくんですよ、で1000人ぐらいの食事を提供して、だんだん豪華になって、最後はフルコースに近づく、そしてワインまで出る、いや、ストレスがたまらないように、いや、だからこれだけの、でベッドですよ、ベッド、そして室内の避難でもテントを張る。でこれだけやってるから災害関連死が少ないんです。だトイレも見てください、本当にきれいでしょ。でこういうきちっとした対応をすると、災害関連死が非常に少なくなる。総理、もうねこれ政治の力でなきゃできないんですよ。もう抜本的に対応を変えるというふうにお答えいただけませんか。武田防災担当大臣。いただきました資料を拝見させていただきまして、イタリアのこの対応の速さ、そしてまた機能等について参考にできるところは取り入れていくべきだと私も思っております。いい加減にいろんなものを変えていくべきだとご指摘がありましたけれども、とにかく災害があるたびそこで得た教訓、普段の見直しを繰り返していかなくてはならないわけでありまして、我々は今避難所におられる多くの皆様方からどういったものが足りないか、どういったお気持ちか、皆様方がこうした経験をもとに何を我々に一番求めるかということを細かくですね、まずお聞きして、そして次の災害に備えていく準備をいたしているところであります。森君。安倍内閣総理大臣。先ほどもお答えをさせていただいたわけでございますが、我々もですね、できる限りですね、避難者の皆さんのですね、この生活状況を改善していくため、事前の準備等についてですね、しっかりと対応していきたいと、こう考えております。森君。そんな曖昧な答弁ではなくて、これ、日本の方がイタリアよりも経済大国ですよ。それで、イタリアもさほどその人口が少ないわけでもない、イタリアにできることがなんで日本で、よし、こういうふうにやろうと、目指そうと、そういうふうに言っていただけないんでしょうか。それを聞きたいんですよ、総理に。それが予算委員会なんですよ。武田防災担当大臣。そういう大方針の転換を聞いてるのに、いらないよ。さまざまなご意見、そして、教訓というものをもとに、常なる改善策を図ってまいりたいと、このように思っています。はい、はい、森君。安倍内閣総理大臣。私ども先ほど答弁したとおりでございます。はい、森君。いや、こういうね、方針の転換、これぐらいのレベルまで上げていこうということを政治家トップが決めなければ進みませんよ。これ予算の使い方なんだから、トランプさんに頼まれて兵器を爆買いしてる場合じゃないんですよ。いや、比べる、いや、国民を守るっていう意味では同じですよ。ということで、ね、政治の力って私は大きいと思います。中越、新潟県中越沖地震、これを契機に、被災者生活再建支援法、議員立法ですが、大きく改正されました。財務省がそれまで断固拒否していた私有財産に公金を入れるのはだめだということを、これを突破をして、これが一つ、でもう一つは、直前に起きた新潟県中越沖地震、これに遡って適用する、訴求適用、これは最後まで財務省の抵抗があり、はっきり言って、新潟県の自民党の先生方が協力してくれませんでした、全く。でも、最後の最後、これで与野党で協議をして、応援してくださったのが赤羽国土交通大臣、そして末松信介参議院議員、自民党の、
本当に感謝申し上げます。そのおかげでどれだけ救われたか、そしてそのおかげでどれだけまた東日本大震災などの被災者が救われているか。だから政治の力大きいんですよ。だから総理からね、そのイタリアは家の住宅の再建なんかも国が責任を持ってどんどん推し進めると、それから災害を対応を専門にする役所があります、防災庁とかね、そういう、名前ちょっと違うんですけれども、そういうふうに組織の改変も含め、被災者支援対策、災害対策をもう本当に根本から見直しましょうと、病院線の建設も含めですね、そういうことを総理の口からもう一回しっかりと答弁をしていただきたいと思いますので、総理、ぜひよろしくお願いします。安倍内閣総理大臣。災害が大型化し、そしてまたその災害によってはですね、避難所での生活が長くなるという可能性も出ている中においてですね、我々どう対応していくかと、普段のこれは見直しと努力が大切なんだろうと、これまでもですね、相当この体育館の中においてもですね、できる限りプライバシーを守り、また段ボールベッド等の対応も行っているところでございますが、これからも努力を重ねていきたいと思います。森君。はい、なんかちょっと残念なんですが、それで地元からでもですね、新潟も信濃川、そして阿賀野川、どちらも氾濫をしておりまして、災害の質問も、とても大切なんですが、一方、さまざまな問題が山積をいたしておりまして、そういう意味で、次の質問に移らせていただきたいと思います。障害者施策の充実について伺います。ねえ、森裕子はこんなこと言っているんだよ。イタリアでは避難所でワインが出ている。日本でも避難所で酒を出せ。ねえ、森裕子はおかしいよね。民主党は悪魔の党だね。森裕子が言ってもいないことをわざと言ってるという人がいるけど違うよね。フジテレビの委員長の平井文雄は聞く力のない、読解力のない、バカだとという人がいるけど違うよ。ねえ、森裕子はこんなこと言っているんだよ。イタリアでは避難所でワインが出ている。日本でも避難所で酒を出せ。ねえ、森裕子はおかしいよね。民主党は悪魔の党だね。森裕子が言ってもいないことをわざと言ってるという人がいるけど違うよね。フジテレビの委員長の平井文雄は聞く力のない、読解力のない、バカだとという人がいるけど違うよ。